混んでんな、俺。へぇ、まあまあ混んどるよ。ちゃちゃっと買って、ちゃちゃっと帰ろうや。それも混んでる。もちろん。え、もちろん。ハズレって思います。当たったん。もう一回当たるで、1000円。へえ。すげえ。毎回1000円当たるの？これまた当たった。え？2000円？マジか。去年から、去年の暮れからずっと。毎月1回当たった。すげえな。でっかく当たらない。なぜでしょう。こんなになんかいろいろないと思わんかったな。抹茶のやつはちょっと食ってみたかった。そう、あれ食ってみたから、CM でやってたから。うん。じゃじゃーん。いろんな種類買いたかったんだけど、もうね、売り切れてた。結構売り切れてた。だいぶ売り切れてた。ほんといろいろ買おうと思ったんだよ。なんもなかったよ、だいぶなかった。うまい。ドーナツ食べよ。あ、どうもお父さんありがとうございます。うまそうじゃね。そんなんできたの？いただきます。うまっ。久々ミスドとか。あ、ごしろ。ちゃんも買うしやん。うん、これだよ。マスタード。ちょうどこれだ。これだ。これだ。わし、これ好きよ。これがあんまり食べない。もうこれとこれない。え、これは抹茶食べたかったのに。ショーマン好き。シューチョーマン、みんな好きやぞ。3人分買ったの。もううまい。バレンタインのお返し、何倍も返してくれたね。お母さんのものは誰のもの？
はい、帰っていきます。やば、はい、どうぞ、帰っていきます。次何、500円見っけ。お母さんのだよ、お母さんの500円だよ。お父さんのお弁当貯金だよ。お父さんのものはお母さんの、お母さんのものは、お母さんのもの